はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。1時半になりましたね。10月15日金曜日のまったりとした午後でございまして、日経平均は374円上げてまして、ちょっとだけ鈍りましたけどね。まあ依然、おドル円がね 113.94 まで来てますよ。下手したらこれ114円いくんちゃうかな。わー、すごい円安ですね、ほんまに。もう今は私関係ないからいいんですけど、ちょっと前まで外貨を買わなあかん立場にあったんでね、円安嫌いでしたけどね。さて、アメリカの10年国債は 1.52 ってやや軟調ですね。原油先物 81.86 って82になりそうな、堅調で、こっちは堅調。ビットコイン堅調や、673万円ですよ、ほんまに。そう、本題いきましょう。ヤフーニュースでございます。これね、貼りません貼りません。ちょっと貼りません。女性自身からのニュースですね。今日の11時11分配信ですね。読みますけど貼りません。疑惑を徹底的に無視、小室佳代さん、木下都議に共通する強すぎるメンタルというタイトルでして、ヤフーで見つけました。木下富美子さんのメンタルの強さは小室佳代さんや小室圭君に匹敵する。小室母もすごいが木下都議もすごいんだと。小室さんの母佳代さんと木下富美子都議が似ている。今こうした指摘がネット上でにわかに増えてきているのだ。果たしてどのような共通点があるのだろうか。実は佳代さんと木下都議は同じ1966年生まれで、どちらも現在55歳、日の出馬ですね。そんな佳代さんと木下都議はしばらく体調不良を理由に世間に姿を現していない。体調不良は責められるものでは決してないが、世間を騒がす騒動の当事者でありながら説明責任を果たさない姿勢が似ているようだ。まず佳代さんは圭さんが間もなく眞子さまと結婚するというのに報じられている元婚約者との金銭トラブルが未解決状態にある。元婚約者は佳代さんから直接の説明を求めていたが、佳代さんの体調不良で実現しなかったという。元婚約者は佳代さんの代わりに圭さんが話をするとの提案を受けたというが、進展していないことも公表している。これどうなったんでしょうね。今日あたり行ってるんちゃうんですか。Kさんがいいと元婚約者のところに。で、これこんだけ払いますからもうなしにしてとかって言いに行ってんちゃうかなと。一方、木下都議は今年7月の東京都議選で、再選したものの、選挙運動期間中に無免許運転で人身事故を起こしていたことが発覚。その後所属していた都民ファーストの会から除名され、都議会から2度の辞職勧告を受けるも議員継続を表明するまさかの展開に。確か一人開発くらはるって、ね、やってはりますね。ただし、再選後一回も議会には出席していないという話で、でちゃんと給料だけもらってると。ほんでね、都議会議員ってね、自分の給料の他にいろんなものもらえるんですよ。それも全部もろてはるんですよね。さらに説明を求める召喚状が出されるも、それに木下都議は無視。ついに10月13日に定例会が最終日を迎えたが、体調不良を理由に一度も議会に出席することはなかった。互いに引けを取らない強いメンタルぶりという組み出し。だが彼女らが動こうとしなければしないほど強いメンタルな印象が日増しに色濃くなっているのではないか。強いメンタルではなくて、要は一頃流行った鈍感力ではないんですかね。気にしないという佳代さん、木下都議ともに金銭的な面で問題視されています。佳代さんは金銭トラブルを抱えているだけでなく、遺族年金と傷病手当金の不正受給疑惑も浮上。国民の間で批判は高まり続け、ついに刑事告発までされてしまいました。これは正確ではありません。刑事告発状を検察庁に出されたけども、それは今差し戻しにあっています。だから告発されたという、告発された
されそされ、検察告発状が出されているという出されて戻されたというのが今の状態ですね、まだ受理されてませんからね。それでも説明に応じる気配はないのです。また木下都議が雲隠れし続ける間に議員報酬など総額395万円が支払われたのです。辞職を求める声が殺到していますが、それでも強制的に辞めさせる手段はなく都議会も手を焼いている状態です。過去スポーツ紙記者。さらに木下都議はこんな証言も木下都議にはこんな証言もある国会議員の朝食会に突然開始時刻を過ぎてから現れたんです。事前に連絡もなく、しかも遅刻してきたくせにとても偉そうな態度でした。席がもう埋まっているのに木下さんは自分の席を最前列に用意するよう要求。特に何か発言したり挨拶回りをしたりすることもなく、弁当だけ食べてさっさと帰ってしまったんです。何しに来たんやおばあみたいな感じですね。このような強心臓ぶりは佳代さんだって負けてはいないだろう。佳代さんは元婚約者男性にセレブ要求していたと報じられている。セレブ要求って何なの。週刊文春20年12月17日号の記事によれば、婚約直前に佳代さんが元婚約者にセレブな食事をおねだりするメールが次のように送られたという。次回は代官山の ASO でキャビアのパスタをぜひ。今年は K の大好きな恵比寿のウェスティンエッジホテルですねの龍天門でお祝いディナーをしたこと。果たして彼女たちはその強すぎるメンタルでここまで逃げ切れ、このまま逃げ切れるだろうかと。まあちょっと急ぎ気味で読みましたけど、貼りませんからねこれ。これね、確かにこの二人よう似てんなと思いました。私はすごいやんと。もう普通の人ではできないことをさーっとされてますもんね。ほんで何こう悪びれるでもなく人前に出てくるでもなく、まあ雲隠れしてるところだけがね、まあまああれまあ普通かなというところですけども、でもなんか自ら解決に乗り出そうという気持ちはさらさらないみたいですね。かなりのもんやなと思いますね。どういうご心境なのかね、よう分かりませんけども、佳代さんはね、文春のメディアにですね、ちょっと苦しい、もういなくなろうかみたいなことをご発言なさっていましたけど、木下さんは、まあ、よう分かりませんね。2回も辞職勧告出されて、それでも、その居座ってるというところがですね、まあまあ普通の人ならなかなかできにくい。ただまあここで消えてしまうとね、もう一生出てこれませんからね、まあ、粘るんでしょうけども。いや、大したもんですよ、ほんまに。ただ、こういうのってね、いわゆる、どう言いましょうかね、私の変わってた考えなんですけど、あれちゃうかなっていう、サイコパス。サイコパス的な、なんていうか、こう、メンタルではないかなという気がしますね。サイコパスって割といる、割合の確率でいるでしょう。1割もいないけど 5% ぐらいいるんでしょう。で皆さんも人生で何人かこいつそうちゃうかっていうのにお会いしたことがあると思うんですけど、まあそれくらい 5% はいいや必ずあって、20人一緒ですかね、必ずあったことはあると思うんですけども、もうそのなんていうか、ちょっとこう推し量れないような対人関係の感覚をお持ちですよね。それではないんかなと、まあ、勝手にね、勝手に私の想像ですけども、ある意味強いですよ。だからその他人がどう思ってるかとか他人にどう思われるかというよりも、自分の都合を最優先にしてそこに何ら躊躇がないということではないんかなと思うんですね。そこになんか罪悪感も感じないわけですね。だから別に法律に触れへんかったらええやみたいな、まあ、そういう感覚でして、まあ、ある意味でもだからね、経営者に向いてると言われてますよね、サイコパスは。でも一般人の情緒というものからは離れてる感じで、それがね、だからなんていうのかな、よろしくないみたいな、どういうのかな、欠陥であるというふうには思いにくいですけどね。でも多分そっちちゃうんかなと。
で言うてみりゃ、なんで小池百合子もそうなんですよね、あいつも本当にサイコパスやなっていう、ほんまによう、しかしあれでやってられるわっていう感じになりますけど、まあ、まあまあ、共通しますよ、この小池百合子と木下都議が仲良かったというのもね、お互い君たち理解し合えるんやろという感じがしますけどね、だから 3K ですよね、サイコパス 3K 女性たちっていう、この小室佳代、木下都議、この小池百合子みたいな、そんな感じで私は眺めてますけどね、それは私の勝手な感覚なんでね、いや、ほんまかどうか知りませんよ、ほんまかどうか知りませんけども、まあでも立派だと思いますよ、ある意味立派ですね、ここまでできれば、ですんで、まあ、頑張れとは言いにくいところがありますけども、様子はずっと眺めていきたいなと、非常に興味深いですね、この方たちがどうなるのか、多分と木下都議なんて多分任期4年ですけど、全うはできない、さすがにできないんちゃうかなと思いますけどね、できたら立派ですよこれ、ずっと欠席したままね、あと3年半ぐらいですね、都議のままでいたら、そんな最長不当記録やってようになりますからぜひやチャレンジしていただきたいなと、いやー思いますよ、で次の選挙もちゃんと出てくるとかねそこまでやってほしいなと思いながらこの記事を読みました。ありません。はい、どうもありがとうございました。